さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕たちは、恋のマイレージという曲を1曲だけ用意してまいりましたね。用意してまいりました。はい、ね、僕たちのバンドにも、レジェンド、いっぱいみんなにおります。エルモさんがいますんで。そうですね。まだ違います。ちょっと違いますよエルモさんが言い張るんでね。はい、みんなから一言とハグを差し上げようと思ってます。何よりも嬉しいね。はい、じゃあまずはハグできる。ハグできる、やった、気持ち悪い。じゃあペリオから。はい、いいですか。太陽さんさんは一番初めに組ましてもらったジョージバンドで、まあ、そこでエルモさんにファーカスの基礎から技までいろいろ教えてもらって今に至ったんだなと思ってます。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、いいっすね。あ、いいっすね。いけますね、これ一回ずつ。いきます。僕の番いきます。はい、もう実は太陽さんさん、このバンド僕が組んで、最初に組んで一番なんか最も長いジョージバンドなんですけども、もう初めてエルモさんに誘っていただいた時は初めて誘っていただいた時はもう本当にもう小躍りしながら僕喜びました。もう覚えてます。わざわざ難しいことも使わんで本当にご卒業おめでとうございます。笑いながらできる。イエー。はい、じゃあ僕から。僕がですね、エルモさんとね、組ませていただくということになった時ね、すんごい嬉しかったです。はい、それでですね、まあお声がかかった時に、僕なんかでいいんですかということでね。なんかもう緊張しながら最初はやってたんですけども、まあ徐々に、まあ、仲良くなってきて、ちょっとゲップが出そうです。ありがとうございました。はい、ご卒業おめでとうございます。そうですね、なんか本当に何でもうまくこなせる先輩ですごい尊敬してるんですけど、なんかすごいなんか何でもできる先輩で、なんか偉大な感じというよりはそれなんか親しみやすくも接してくださって、本当になんか楽しかったです。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。すいません。はい、素晴らしいね。はい、じゃあ最後お願いします。はい、はい、本当に、ですね、何でもできる先輩として、尊敬してたんですけども、まあそんな何でもできる、あれ、なんか聞いた、なんか尊敬するけどなんかこうどっかに親しみやすいみたいなことがあって、なんかもう本当になんかもう、なんか楽しかったです。デジャブ？わかりました。欧米かも、久しぶりに言ったね。はい、ありがとうございます。さんにね、感謝しつつ、最後の恋のマイレージとはなります。あ、僕からは喋んなくても大丈夫ですか。もらっていいですか、ちょっとだけ。いろいろあったでしょ、なんか指導に待ってたみたいですね。なんか裏話。いや、もう僕が指導してもらったぐらいな感じでね、やらせてもらいましたよ、このバンドはね。まあ、いろいろ、あ、ちょっと真面目なところからそういうのやめて。いやね、まあ、一番悔いが残りますのはサークライブにね、出れなかったところが、まあ、まあ、事件でしたよ、ね、本当に。いや、俺はもう、そうです、まあ、なんか一生懸命練習したんですよ。はい、そうですね、結構もう、ライブ前とかは詰めてやってね、夜公園で練習したりもしましてね。で、あれですよ、本番ですごくこう、なんですか、花火が打ち上がったというか、そうロケットが発射したみたいな、はい、打ち上がったまま帰ってこない本当にどっか行っちゃいましたね。いやー、でも何ですか、僕もこう赤ブラ5年目になって強い思いこのまま終わるかね。まあ他のジョージバンドとともに最後こう老害と呼ばれながらもジョージバンドで
お前が一番言ってたよってまあね、ジョージバンドでやってもらって本当に優しくしてもらっていい思い出をどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。終了ですね。それではね、まあ、ちゃんとで終了って出ました。ありがとうございました。最後、一発楽しみましょう。はい、お願いします。それでは聴いてください。恋のマイデイ。ありがとうございます。あの白い爪で、イェイイェイイェイ、あなたと僕の姿まで、恋のサーフィン、イェイイェイイェイ、あなたと僕は見えずね、心は裸で、イェイイェイイェイ、実はドキドキサポートのラブ、I just feel your face, so skin the water boys, so maybe looking looking for my side, エメラルドの道に行けばや、そこで気に食べよ baby、あなたと僕の姿まで、hey! 心は